ファッショニスタは、日本の競争馬主な勝ち倉は2020年の JBC、レディスクラシック。場名の意味は、最新ファッションに通じている人物。安田孝之旧級者に入級し、12月の2歳新馬で、川田正宮美を背にデビュー。単勝1.3倍の圧倒的人気に応え二馬進1、2差をつけ1着。初勝利を飾る。2戦目を2着とし、 三戦目の三歳五百万下を後方から差し切って人気に応える。なお三戦連続半身があと千四百メートルを使われていた。その後四ヶ月休養し、コバと初対戦、初の遠征となった清里特別は二着と構想。九月になり三歳、以上千万下に出走。レースは先行すると、後の重傷勝中馬ベンジェンス以下を三、四馬身退け。 三勝目を上げる。昇級初戦は、キフネステークスに出走。一番人気に押されるも二着に、破れる。その後休養に入る。年が、明け春間ステークスから始動。得意の阪神だったが二着。二戦連続阪神ダート1400メートルとなった、ナルトステークスは1.8倍の断然人気に答え一着。オープン馬となる。昇級初戦の立冬ステークスは、 松若風馬とタッグを組むがスタートで5手を取り9着と初めて連帯を外す。高級し、川田に戻った秋ステークスで5戦、連続一番人気で出走するも、花佐の2着。休養明けとなった平常系ステークスで初めて1400メートル以外の距離1800メートルに出走し2着となる。自走は、京都開催の JPN1 の JBC。 レディスクラシックに選出され出走、王の匠とコンビを組み0.1秒差の3着に入る。自己条件に戻った、酒井ステークスは1.6倍の支持を集めるも4着に敗退。5歳になり、前年2着のハリマステークスを先行してそのまま、突き放し3馬審査をつけて1着。再びオープン馬となる。自走、天保山ステークスは、逃げるもベンジェンスにかわされ2着。 自走は、初の地方競馬、初ナイターのスパーキングレディーカップを一番人気に、個体二着サルサディオーネイカを四場審査で勝利。重賞初制覇を飾る。重賞連勝を狙った、レディスプレリュードは、アンデスクイーンに頭逆わされ二着となる。その後、浦和競馬場で行われた、JBC レディスクラシックに一番人気に押されるが、離された三着に終わる。 六歳初戦は TC 形状大阪月から始動。初の57キロがこらえたのか4着。休養明けの立冬ステークスは、サメ島勝春と初めてコンビを組み3着。自走は連覇を狙い、スパーキングレディカップに出走。先行して1.9倍の人気に応え1着。連覇を達成した。11月3日に大井競馬場で行われた第10回 JBC。 レディスクラシックに出走、北村智和を背に2番人気に押され、マドラスチェックを頭さ抑えて G1 初勝利を飾った。11月11日、競争馬登録を抹消され、現役を引退した。引退後は、ダーレージャパンファームで繁殖品馬となる。以下の内容は、ジャビスサーチ及び NETKEIBA.com に基づく。ありがとうございます。